アラちゃんと今日飲んでるということで、今日はあのアラちゃんはテキーラコーラということで、はい、はい、はい、スケライトスパイジアムの私の金の像を建てたいです。あられちゃんの像を建てるということですね。あられちゃんが像を建ててもらえるったらどんな感じで建ててもらいたいですか。学校してくって、あ、こんな感じで、ありがとうございます。あ、スターティングみたいな感じで、ありがとうございます。世界の化け物が頂点を争うので、はい、もう信じられないスピードなんです。はい、だからそこで勝ちたいです。はい、お疲れ様です。あ、ね、あ、じゃあ傘ささないですか。ああ、そうですね。ちょっと傘を持っていかないで。ああ、やっぱマナーを守ってる感じなんですかね。あ、まあ傘は、はい、はい。はい、お疲れ様です。あ、お疲れ様でした。はい、始まります。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、はい。というわけで、今日はね、あられちゃんが特別出演ということで、なんでもあられちゃんがなんか自前のなんか、はい。はい、まあフェラーリの。おお。まあ、フェラーリの自転車なんです。フェラーリの自転車、あのフェラーリですよ。はい、それを超あられちゃん、イタリアンブランドの、はい、超高級スポーツ車、それを見せてくれるということで、はい、いいですか。はい、フェラーリの自転車なんですけど、あ、赤なんですね。はい、まあ、はい、あ、いろいろ書いてもらったんですか。あ、そうですね。へー、おー、デバイスのあれですよね。そうです。アメリカの国旗が、あ、そうですね、イタリアンブランドだからアメリカ関係ないけど、あ、気持ち的な感じ、はい、あ、まあ、赤で、あ、え、この赤のバッグは 何が入ってるの。なんかちょっとさっき買い物してきたものとかですね。まあ、なんかちょっとどっかの国のお菓子が、インスタント麺。インスタント麺どうやって食べるんですか。あ、あと焼きそば、ね、焼きそばとか、あと私の、まあ、陸上スパイク、ああ、あの、はい、あ、見せてもらっていいですか。あられって文字を、あ、自分っていうかオーダーメイドで。あ、そうですね。へえ、14秒5とかでしたよね。あ、14秒、あ、はい、5、これ入ってましょう。100m 走、あ、はい、あで、オリンピックを、東京五輪を狙ってるということで、はいはい、この前はと漢字で入れましたけど、今回はアラレ、あ、アルファベットで入れました。ニューバージョンで、アラちゃん、アマガッパとかないですか。あ、ちょっと、あ、家に持ってますけど、ちょっと面倒くさくて持ってくるのは忘れました。あ、でも基本的には雨の時はそのままで行くんですか。カッパなんか変わればいいんですけど、ちょっと今日は面倒くさい。あ、面倒くさい。靴が今日いいじゃないですか。まあ、ちょっとゆったりめなんですけど、29センチ。え、これ、あ、29センチ、大きいですね。アマゾンで。あれじゃあ、この中は何が入ってるんですか、この。まあ、お菓子、飴とかですか。あ、じゃあ、じゃあコーヒーの飴をあげます。あ、ありがとうございます。あ、いただきます。あ、ちょっとポケットがパンツの中に入ってきます。いろいろあるんですね。はい、これも、いろいろサインが。あ、そうですね。石鹸も入ってますか。あ、女子中高生とかに書いてもらいました。あ、はい、いろいろあるんですね、ドンキの。歯ブラシもあるんですか。歯ブラシ見せてもらっていいですか。まあ、歯ブラシが、まあ、あ、アラレちゃんがいつも使ってるんですか。はい、お菓子を食べた時とかに洗って。ああ、ちゃんと、はい、もうこれで寝れるじゃないですか、今日。はい、ピンクの小さいのも持ってたんですけど、うん、どっか行ってしまいました。ああ、今これで。うん、何個かも。じゃあ、終わった後、それどう、もうここに履くしかないですよね。あ、そうだね。まあ、それやりながら。え、これは何が入ってるんですか。でもスピーカーと。あ、全部スピーカーが入ってる。iPad のスピーカーよりちょっと小さいやつ。あー、なるほど。こんなの、あ、前見せてくれて。直しましょうか。あ、大丈夫ですよ。音が大きいって、あの、直したら、あー、あ、パリピの、これは何が入ってるんですか。靴下ですか。なんか、まあ、
テープの、歯ブラシまだ入ってるじゃないですか。ピンクこれじゃないですか。あったじゃないですか。はい、ありました。ありました。はい、どこにあった。めちゃくちゃじゃないですか。はい、これは何が入ってる。他には何が入ってる。もう完全にあの職務質問みたいな感じですけど、大丈夫ですか。あ、大丈夫。大丈夫ですか。これタバコの吸い殻の。缶コーヒーでちょっと穴を開けてゴミ箱入れる。ああ、ミニゴミ箱。ちなみにこのフェラーリいくらぐらいですか。私が買った時は5万ちょっとでしたっけ。どこでインターネット。いくらか。インターネットでした。アマゾンで。アマゾンで全部やっぱアマゾン。カスタムとかしてあるんですか。カスタムとか。でもタイヤを変えて。なるほど。あとペダルも純正。ペダルも赤にしました。赤にしました。あれさ、これから何されるんですか。まあちょっとドンキとか行って帰る。今日何時ぐらいから終わる。今日は6時ぐらいでしたね。その金髪の男の人がちょっといたずらというか、アルちゃんに悪さをしたっていうんですか。はい、夜12時ぐらい。夜はやっぱアルちゃん危ないっすよ。ちょっと ね。で、タイヤが、靴に当たったとか、燃焼しろとか。あれじゃもう夜は早い時間はもうね、はい、早い時間はいいですけどね、真夜中は危ないんでね、これ見てるファンとかも心配しますんでね、ね、早く帰った方がいいと思いますよ。はい、はい、というわけでね、今日あられちゃんの職務質問じゃないですけど、ちょっとね、持ち物検査みたいな感じでやらせてもらいました。はい、大丈夫でした、ね、これでまあ、でもあられちゃんもなんか逆にね、悪さしてくる男の人がいるということで、もうなんかその人に一言なんか言ってください。なんか、はい。まあ、そうですね。まあ、警察に相談しようと思う。あ、いいですね。そのあられちゃんの気持ちは、ね、みんなのやっぱ思いかもしれないですけども、そういうね、ヤンキーっていうのはやっぱ岡山ではいらないですからね。ね、あられちゃん。ですよね。はい。で、平和なね、街づくりをということで、今日はね、あられちゃんでした。特別出演で。はい。ね、ありがとうございました。これからもまたちょっとまた夜の街出るということで、いいですか。はい、はい、ありがとうございます。